はい、どうも、こんにちは。ですね、今回なんですけどもね、ちょっとまず冒険行けそうか。これでいけるのかな？これで行く？これで行こうか。ですね、ちょっと裏技が、裏技っていうか、あれだよな。プログラム書き換えだよね。書き換えてなんか企画できないかと思ってね。じゃあもう、その、どこまでいけるかやっていこうかなと思って。わかります？わからないと思う。自分も何言ってるかわかんない。要は敵出ないでしょ。ほんで、しかもどこでも歩けるわけでしょ、フィールド、マップ。じゃあさ、そのまま、前は船に乗っとるちょっと前まで行ったんだけど、今回は、どこまで行こうかなと思って。まず船取るとこまで行きますね。で、そっからアサラムまで行くでしょ。そっから無視して、どこまでも行けるんじゃないかっていうんで。このプログラムを改造してから、もう全然日にち経ってないんですよ。動画アップする10秒ぐらい前にできたようなもんなんでね。だから昨日できたばっかりなんですけど、まずは、こうやって敵出ないようにして、で、もう手がなんかわけわかんなくなる。で、こうか？おーこれ取れてるので、ここでちょっと無駄にします。ちなみにね、オーバービューワールドって言って、そのフィールドだよね。あれしか無理なんで、なんかここにあれあったでしょ。これじゃないわ。これが欲しいんだよね。多分こういうことしてるから嫌がられるんだろうな。自分が楽しくやればそれでいいんで。これ良くないですか？最初からしたら。アラン・プロストに出せてあげて。やっちゃったよー。しかもこれなんか僧侶って銃もないの？最初マジか。これ適当に押してるからこうなるんだろうな、多分。ほんでね、こっから出るでしょ。で、こっから、要は塔に出るわけよね。やだに止まっとくか。あれ？やだがなくなってるじゃん。ここか。これなんだろうな、これちょっとおかしいよな。これだけちょっとこじつけだよな、こんな敵が出てくるところに。誰がこんなところやでやでさあ、モンスターばっかりのところで誰が利用するんだっていう話だよな。よく考えたらおかしいよな。で、出るでしょ。で、出て B ボさんでこうすると、無理やりで、魔法のあれだよな、魔法の鍵取って。なんでロマリアとかあそこまで歩いていこうかなと思ったんだけど、どこまで歩かされるかわかんないじゃん。やっちゃった。あーあ、多分見てる人は思ってるんだろうな。あれなんで塔を無視してこっち行くんだろうって。ああ、もう敵が出るしさ、鬱陶しいな。30、40分ぐらいやろうかなと思ってたんだけど、この動画長くなりますか。もう5分だよ、アリアハンで。まあもうまったりとかしてるってさ、 YouTube の世界でもそうよく考えたら生きていけないんだよな。大体もう5分見られたらいいぐらいだもんな。5分見られるにはやっぱりそう理由がいるわけじゃん。だからさ、ここまで来てよかったわけよ。だから案外敵出ないだけでさ、結構楽なんだけどね。別にさ、どこでも歩けるっていうのはあんまりなくてもさ、そんな困らないかなと思うんだけど、船手に入らなくてもおむつは集まるんじゃない。あれが縦じゃないの、上のところ。ちょっとさ、行きたい。あれ縦かどうかだけちょっと確かめさせて。雨なんだよな、気になってしょうがないじゃん。こっから行けないでしょ、どうせ。あ、行けるわ。ああ、やっぱそうかよ。あれだけ気になるじゃん。もうこのいらないんだよ。あれが取りたい。やった、鬼滅も結構いいけど。あー、これもなんかうっすら覚えてるよな。あれが撮りたいんだよ。あれ、まあここまで来たらそうだな。あー、なるほどな。これちなみにこういう洞窟で移動できないんですよ、これロムは。まあでもやっぱダメだ、なんかテキパキそのなんだろう、やるのは自分は無理だわ。あれ、これここか。じゃどうするの。あそこ行きたいんだって。降りるか。これでも魔法の鍵いけるんだよな。あ、思い出した。これのなんかあれだ、1階からどっか行くんだ。そうでしょ。で、こっちだ。じゃこっちだ。あれー、で、ここどっかあるの、階段が。あ、やっぱダメだ。多分もうこの時点で多分見られてないよね。まあいいや。そうっす。ちょっと宝箱がどうしても気になるんだよ。だから自分が余計なこと言わなかったらよかったんだよな。あそこの洞窟のとこで、あれは絶対盾が入ってるって言ってて入ってなかったじゃん。あれだからこれなんだって。そう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 。4は結構覚えてるけどね、ライアンのところはね。あ、これ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 あ、帽子か。なるほど。いいじゃん。あ、忘れてた。やべ。俺これ無理なんじゃないの？これ無理だって。これギラで焼かれるんじゃないの？うわー、びっくりしたー。おー、あれなんかやばいやつだよな、確か。なんか炎を吐くかなんかしてくるやつじゃないの。次どこ行くんだったっけ。お、やばい、もう10分やってるわ。そう、だいたいこんなんでね10分もやってたら誰も見られねえんだよな。やばい、あの帽子っていうか、あれだけ気になっちゃって。これ違う、上から行った方がこれは早い。そう、ここから出るっていう理由なかったよな。今こういうことできるからさ。これあと1年後2年後これの良さが分かるんだろうな、この論文の良さが。今さ、フィールドマップどこでも歩けるっていう、あれその恩恵っていうか良さが分かってない。ちなみにこれ多分この前と同じことになると思うんだけど、そう、なんかさ、この論文に対してそのなんか企画ないかなと思ったんだけど、それで思いついたのがこれなんですよね。どこまでいけるかっていう。あ、この鍵あるね、確か。あ、この鍵あるね。あ、この玉か。だってどこでも歩ける裏技って、あ、ここ右利きに行けるのだよな。でこうやって右行ったらいいじゃん。うわあ、これ夜行くの初めてだよ。でも洞窟の中入ったら別に夜も昼もないだよね。ああ、ちょっと危ない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 。やっぱ敵出ないってすごいよな、これ。ちなみに、間違えた。敵出ない裏技は、もう改造なしでできます。で、なんていうのかな、どこでも行ける裏技っていうのは、ロムを改造しなきゃいけない。まあ制作者がね、こういう風にしたらいいんだって、今公開してるからね、YouTube でさ。そうだよな。そう、ああいうの見たらすぐにできちゃうんだよね。私も10秒ぐらいでやったからね。10秒ぐらいでやって、俺も書き換えたけど、実際やってみたら、海当たれなくて、なんだこれって思ってさ。で、使い方がわからなかったっていうね。ちなみにこれなんていうか、オーバービューワールドっていうか、フィールド、全体地図だけなんですよね。ここら辺はもう、なんていうの、通り越せれない。危ねえ。ああ、やっちゃった。うわ。一応ホイムリロロぐらいやっとくか。じゃあなんていうの、忘れちゃうんだよね。例えば盗賊の鍵を使った後とか。だでこの後はもう魔法の鍵で行けるとこ行くんだけど、まあそうだよね。だからアッサラームに一応ロマリアはルーラーであれして、でからそっからずっと行ってもこういうことできるんですよね。こういうことできて、で次アッサラームでしょ。でここから言うたら鍵取って普通して、で船まで行ったわけじゃん。要はもうそのどこでも歩けるんだったら関係ないわけよ。こっからほら行ったじゃん、昔ね、ネクロコンドか。そう、ネクロコンド、こう行ったよね。そうそう、こう行ったよね。で、こっからここに、なんか呪いとかあったんだよね、確かここにね。どこだったか忘れたけど。で、こうビューって火山噴火して、で、ここ行くわけでしょ。あ、ほら。これあれ。ここがね、イシスなのよ。ちょっと行ってみよう。ここイシス。ここ何になるの？イシスの下だよ、これ。行ってみようか、上。これイシスだから。ね。イシスの下って何になってるの、これ。こんなとこ行かないよな。行く？もう全然覚えてないよ、これ。でさ、私がやりたいのは、そう。まずここ行きたいのよ。めっちゃ苦労してさ、行くじゃん。あれこんなとこあったっけ？お、びっくりした。あれ？そう。で、もういきなりバラモス行くっていうことね。バラモス。どうだったっけ？覚えてないよ。そうか、もう無理だ。なんか無理でしょ？確か、なんで出てくんの？終わった。うわー、でっかでっかあわり。うえーすいません。これさ、裏技があるんだよね。これで死ぬでしょ。まあ最初だから意味ないけど、あるのよ。まあこういうことあるよね。これさ、こういう、裏技仕様じゃなしに、普通にプロイしてた人が、賢いなと思ってさ、やっぱドラクエ熟知してるなと思って、ここで、ルーラーでどこ行ったらいいかな。ダーマまで行ってないのか。アッサラームまで行けるでしょ。このシルバーオーブもいらないわ。まだいらないでしょ。で、まずまずね、アッサラームまで行けるんでしょ。あとどこ行ったっけ。そうやな、アッサラームまで行けるよな。そうだね、アッサラームまで行ってるでしょ。でアッサラームからこう行って、どこだったかな。これルーラーないから困るんだよな。でここの上なんだよな。でどうだったっけ。そう、これのこうでしょ。あれ、こっちか、これ下か。あった。こだ、ここだ、ちょっと待って、ここか、もうあとは調べるか。あれどこなんだよ。あ、わかった、ここか。おい、どこだよ。あ、わかった、ここか。ああ、もうどこだよ。あれ横合ってるな、上下か、上下だな。あー、ここはここだ。おいおいおい、あー、わかった、新規草、ここか。おいどこだよ。あー、もうこれ上か、ここか、ここか。よし、でこれでここめんどくさいな。だって棺に入るの誰が棺に入れてるんだって話だよな。そう、これでただであれできるんだよ。やっぱ賢いなと思った。でそれでさ、普通お金使うじゃん。あれ？あの3で世界中の歯使ったことないかもわかんない。あのね、ドラクエ2で言ったらね、ドラクエ2ってHP が1しか回復、あれ ?1 しか回復しないのよ。ああ、3になってからこんなに楽になったんだ。ああ、3から全回復か。あのね、2やってる人分かると思うんだけど、1だったんだよね。だからボス戦で生き返っても1しかないのよ。だからすぐさ、また打飛ってさ、そういうのあったよな。シルバーオーブだけじゃなしに、どうしよう。ここも行きたいんだよな。ただ毒の脳は歩けるかどうかわかんないし。確かどっかあれでしょ、最後の鍵あれなんじゃないの。あ、でも俺なんかここじゃなかった気がする。なんかここややこしいんだよな。いきなり最初外じゃなかったっけ。もうスーパー迷路みたいになってんだよこれ。あー、しかも電気ビリビリ無理なんじゃないのこれ。あー、そっかそっか、分かった分かった。ここ行ってからこうだ。どこまで行けるか分かんないけどね。これだったっけ。トイレみたいな、なんか何やこれ。こんなんだったっけ、全然覚えてないわ。おお、これ右は何なの。俺全然覚えてないわ。うわ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 、これあれじゃん、最初のとこじゃん。やばい、全然覚えてないわ。あー、やっぱ無理だ。果たしてこんなグタグタな動画見てもらえるかな自分もなんか うざいよねこれ。やばい、全然覚えてないわ。じゃ、だってその内藤寛さんも言ってたでしょ、私もう本当にドラクエそれをやりすぎたから、当時やりすぎたからもう全然やってないのよ。同じやるんだったらもうなんか聞いたこともないさ、カセットをさ、ハードオフで買ってきてさ、でやろうかなと思ったから。バラモスは無理か。トラマラもないよ。ああ、もう無理だ。ここ無理でしょ。もうこれでトラマナはさすがにレベル1では無理。あ、毒の沼もどうかわかんないよ。毒の沼ってどれぐらい食らうんだろう。だってさ、降臨じゃない後ろ2人で HP が10もないんだよ。1桁でさ。っていうことでした。トラマナは超えれません。別にバーモンさんと会いに行ったってさ、何するわけじゃないしな。で、あとはでビーっていって、ちょっと HP 回復し確認します。状態これでマックスです。耐えれるかな。おお、あ、そうだ、思い出した。これあれなのよ。なんだったかな。そう。これってさ、穴開くのはバラモス倒してから穴開くのよ。そう。あ、これ最初から穴開いてるって錯覚するけど、そうなんだよね。どっか亀裂が開くんだよな。これなんかおかしいぞ。いや、もうこんなもんじゃない？あ、そっか、下の世界これでいけるかなと思ったんだけど、内藤寛さんみたいにね、座標軸呼び出してそんなできるわけないしさ。あれツールだよね、多分開発ツール。いや、もうこれで終わりにしますか。あとなんかやることあるかな。あとやることはもうないですね。はい、もうこれぐらい終わっておきましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。